今回レビューすするウクレはですね、カカの KUS70 です、えー、日本のアマゾンに並んでいるカカのウクレレの中で唯一ボディにコア材を使ったシリーズですねとはいえですねハワイ産の本物のコア材を使ってこの値段販売するのは不可能ですから当然合板ですで合板の,の化粧板もですねこれおそらくコアじゃなくて他の産地のアカシア材じゃないかなというふうに思います まあ、確証はないですけれども、まあ、値段からするとそうかな、というふうに思います。で、11月11日、なんか中国だと独身の日っていうことらしいんですけども、たまたまこの70シリーズがですね、タイムセールかかってたんですね。ですので、ついついポチってしまいました。2000円引きで、7855円。さてと、私自身、カカの機材購入は5本目です。KUS25D と 26D、KUT の 26DEQ、 えー、KU Mini 01。そしてこの KU S70 ですね。最初に購入した 25D、26D はちょうど1年前に購入してます、えー。この70で、カカの売れ筋が同じソプラムサイズで3本揃いましたので、後ほど目隠しの出音比較ってのをまたやってみたいなというふうに思います。これちょっと映ってますよね。うん。じゃあですね、各部のレビューからですね。ボディはですね、コアの5番ですね。で、ネックがマホガニ。ー ブリッジガローズッドですね。サドルとナットは牛骨ですね。ヘッドストックはですね、ちょっとこれ色濃いめですけど、えー、コア材の化粧板が貼られてますねで。ペグはクローズタイプのギアペグですね、うん。他のカカの機材と同じギアペグ使ってます。で、弦はですね、アクイラのスーパーナイルガットですね。フレットの端の処理は綺麗にできてますねで。詳しく見ていきますね。まず塗装ですね。こんな感じ。 車検の塗装がかかっています。ボディ各部の作りも。よくできてますね。うん。破綻は。見られませんね。塗装もこうムラがあるというわけでもなく。 端の接着なんかも綺麗に。特徴的なのが裏板です。光の加減でわかるかなと思うんですけども、アーチドバッグになってますね。ソプラノサイズだと、そのアーチドバッグもそんなにあのデコラティブにはなってないんですけども、えー、テナーとコンサートであれば、もっとこうアーチドバッグが目立つような形で加工がされてると思います。これ、裏板はアーチ状に加工することで、えー、強度を出せるんですね。ですので、ボディ内部にはですね、 えー、ブレーシングが入ってないんですよつまり補強材が省かれてます少しではありますけどもブレーシングをなくせる分ボディを軽く作れるということになりますそれとブリッジはですねカカお得意の縦穴式ではなくて一般的なシングルホールブリッジですねで装飾はこのサウンドホール周りのロゼッタとヘッドストックですねヘッドストックの方はこれメープルの象眼が入ってますね ロゴは 25D なんかでおなじみのもしゃもしゃの木のデザインじゃなくて、引き体の K1 文字ですね。うん、こちらのロゴの方が好きっていう人多いかもしれませんね。高級感があるかなと思います。ヘッドの形も面白いですよね。ちょっとなんかスネ夫の髪型みたいな感じになってて。で、ロゼッタはですね、ちょっとグリーンというか黄色というか、プラスチック材だと思うんですけれども、えー、アバロン風味の印霊が入っています。 他はですね、カカではおなじみですけれどもストラップピンが標準でこのネックのヒールとお尻のところに入ってますね以前のストラップピンはこういう上楼みたいな形してたんですけども今回70についてるストラップピンはキノコの形のようなうんらくですね、えー、この70のタイプのストラッピンの方がストラップは抜けづらくなってると思いますね まあただ70だけじゃなくて他のシリーズのストラップピンもこれに交換されてるんじゃないかなというふうに思いますあとストラップピンの取り付けのですね今までワッシャー代わりに入ってたゴムが何でしょうねこうフェルトに変わってますねまあその辺細かいスペックの変更がありますねでボディ材ですけれどもちょっと見えづらいかなとは思うんですけれども、えー、5番ですね3層のラミネット5番です でこれ一番表と裏側に化粧板が貼ってあって真ん中はコアじゃない謎の材が入っているんですね、まあ、通常3枚合わせの合板の場合は表と裏の化粧板を除いてそれ以外はまあ別の材を使っていることがほとんどです、まあ、その分合板がですね、えー、安く提供できるっていうことになるんですねうん合板のこの厚みがですね先ほど計測したんですけれども1 8ミ、mm、リ しかありませんすごく薄いんですよ。裏板はですね3ミリあるんですけども、この特材、いわゆるそのサウンドボードって言われている一番表の材が1 8ミリでですねすごく薄くなってます。これ AU1 とか f、えー、ェ m a s なんかと同じぐらいの厚みになってますね、うん。後ほど音を確認してもらうんですけども、この薄い材を使うことによって、えー、かなり音を大きくできてるっていう感じです。少しスペックが変わったなと思うのは、 まずナットですね。ナットの形がすごくシャープな切り出しになっています。私の持っているですね、カカのナットはこんな感じで、えー、R がついてるんですよね。これはもっと、えー、シャープに。それとですね、えー、っとネックの形状がかなり違います、はい。これちょっとびっくりしたんですけども、ネックの幅はですね、34mm なので一般的なネックの幅なんですけども、少しこうネックがこう厚い。 かまぼこの背がこう丸さがよ,よ,より丸くなってるというかそんな感じですねなので持った感じすごくしっかりしたネックに感じますまああえてこう握り比べてみると以前のカカの 25D26D のネックが少し頼りないような印象さえしますね70だけこうなってるのか全体がえこういう形で太いネックに付け替えられたのかちょっと謎ではありますけれども印象としてはですね、えー、えの あるいはその円野の MG6 とか T5 なんかすごくそのクラシックギターのようなしっかりしたネックがついてるんですけどもまあそういったあの円野のネックの流れを組んだような印象もしますねうんすごくしっかりしたネックになってますまあその分ですねえっとヘッドストック含めてかなりヘッドが重いんですよヘッド側が重いまあそんな状態になってますポジションマークはアバロンインレイが5フレット、7フレット、10フレットにマークが入っています で残念なのがですね、サイドマーカーがないんですね。25D、26D はですね、ちゃんとサイドマーカー入ってるんですね。5フレットと10フレットに。うん、これあると演奏するときにすごくやりやすいんですよ。ぜひ入れてほしいなと思います、はい。で、比較をしてみますとですね、えー、70の方は少し大きめのドットインレイですね。で、25D、26D は K のちっちゃいドットの印イ,イで、 これはあのメープル材を使ってるんですねそれぞれ趣があっていいかなというふうに思いますボディの形状はほぼ同じです若干70の方がひょうたんの下の幅が少し狭いかなというぐらいでしょう でこの厚みの違いは多分映像だとわからないと思うんですけども気持ち70の方が厚く見えますかね、まあ、その程度です太くなったって言ってもうんということでですねこのカカの売れ筋ソプラの3本これサウンドチェックをしてみたいと思います冒頭申し上げましたように 合わせて目隠しで音出ししていますのでどれが KS70 の音色かぜひ当ててみてくださいちなみに、えー、弦はすべてアクリラのスーパーナイルガートです うかかったでしょせっかくなので巻き戻してもう一度聞いてみてくださいじゃあいいですかえ答えいますよまず1本目じゃが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 はい 25D です1本目は 25D でしたじゃ次2本目ですね2本目じゃが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 が 70でしたね2本目が70でしたですので3本目が 26D でしたねうんという順番でしたはいどうでしたか皆さんの予想当たりましたでしょうかじゃあもう1回 KUS70 鳴らしてみますね オール5板ではありますけども結構いい音出てるかなと思います音量的にはですね3本、えー、の中で一番大きい音が出てるかなという,うに思いますこれなんでかなってことなんですけれどもやっぱり薄いトップ材が効いてるかなと1 8ミリなんですよね 25D も 26D もトップ材は 3mm ちょいあります短版ですけれどもねうん薄い分、えー、よくトップ材が鳴って音が出てる大きな音が出てるっていうことだろうと思います、うん ただですね、いわゆるそのコア材の典型的な出音ではないですよね僕の印象からするともっとマホガニっぽいまろやかな音かなというふうに思いますこれやっぱりその合板に使われてる材比率としては大きい部分を占めてるこの化粧板を除いた真ん中の材の特性が出てるんじゃないかなというふうに思います恐らくマホガニに近い材を使われてるんじゃなかろうかというふうに思うんですねあとはですねちょっとそのなりすぎてるっていう気もしてですね 弾いた時のボディの響きっていうのはやっぱり他の2本に比べても大きくこう振動してるんですけどもちょっとそのブーミーな感じがするというか結果としてですね今そのスーパーナイルガットを貼られてるんですけどもスーパーナイルガットがですね k s 7 0に合ってないかなとうんボディがなりすぎるのでテンションがちょっと弱めの弦なのでうーんもわっとした音がちょっと出るんですけどももう少しこの張りのある まあ、フロロカーボンの中でも、えー、高音がキラキラしているような弦を使った方が KS70 に合うのかなというふうに思いますただですねえっとなんか他の2本に比べてもそのウクレレらしい音は出てるかなというふうに思うんですね後でこうご説明しますけれどもちょっとあのピッチが合ってないんですよ少し、うん、若干フレット音痴な状態になっててその分そのソプラノウクレレらしいなんかこう音がしっかり完全に合い切ってない えー、まあウクレラしい音といいますかねうんそんな感じがするかなと思いますついでにその現行のセッティングについても触れておきますね、えー、中華ウクレレは個体差が激しいので、えー、あくまでこの個体についてのデータってことになりますけれどもこれ結構いいセッティングになってるんですよ1フレットで、えー、0.5mm で、えー、12フレットが、えー、3 1ミ、mm、リですねうん 12フレットのところはもう少し下げてもいいかなっていうふうに思うんですけれどもこれソプラノなので、えー、音の粒立ちを考えると3ミリぐらいが一番いいんじゃないかなというふうに個人的に思いますナット側の原稿は完璧ですね、うん、すごく押さえやすくなってますネックが少し太いっていうお話を最初しましたけれどもその分こう原稿が下がってるので、えー、押さえにくい感じっていうのは全くないですねうんこれはナットをパーツを取り替えた 関係ももあるのかもしれませんね、うん、場合によってはその他のカカのシリーズについてもナット側の原稿調整っていうのが少し見直されてる可能性ありますのでもし皆さん購入された際にはぜひチェックしてみてください、うん、あとはですね不具合のチェックも、えー、行っていますチェックの手順についてはこちらの動画を見ていただきたいんですけれどもボディにこのようにスケールを当ててですね、えー、ネックの取り付け角度が 曲がって取り付けら問題な、ねはい範囲ですねで。芝の取り付け状況についてはこうやって、えー、水平にしてこう透かしてみるんですけれども、えー、自然なうねりじゃなくこう妙に凸凹しているような状態があったら問題があるんですけれどもこれについても問題ありません。でピッチのチェックをしたんですけれども少しオクターブが高めに出てるんですよね。えー、20 30セセンントトから30セントぐらぐい、うん 特に3弦についたですね40セントぐらいまでシャープしてますうんでこれ何でなのかなというふうにいろいろ調べてみたんですけれどもえー、っと原因はですねうんまあトップ材が薄いことに起因しているようです映像でお分かりになるかどうかちょっと分かんないんですけどもトップ材が少したわんでブリッジ全体がこうナット側に少し傾いてるんですねその分ですねえー、まあここの 弦を支える部分が一、まあ、ミリ,、まあ、ミリ当然1ミリ以下ですけれどもナット側に傾いていることで、えー、オクターブがシャープしているというふうに思われますですのでこれはあの、まあ、不具合として返品するかこのまま調整して使っていくかってギリギリの線だとは思うんですけれどもうん、まあ、基本この薄い材を使っている限り、えー、ブリッジが少し倒れてしまうのはしょうがないと思うんですねトップ材の裏に ブレッシングを貼って補強するとか、えー、まあ、改良していただくと変わってくるとは思うんですけれども、うん、ん私これはあの調整して使っていこうと思います。調整の仕方については、まずは弦の交換の際にですね、こうサドルを外して、サドルの手前側に0.1ミリ厚のステンレスの板ですね、スペーサーを挟めてサドルを起こす調整をまずします。それと、えー、これ、サドルは裏返して、 サウンドホール側をこう斜めに削り落としてですね、えー、一番お尻が高くなるっていうレホのサドル調整でやったサドルの加工ですねそれをやろうと思いますその2つをやることでシャープしてるピッチについてはある程度改善ができるかなというふうに思いますはいということでですねカカ、えー、KUS70 のレビューをお届けしましたけれどもいかがだったでしょうか の70と 25D、26D、それと 28D ですね。うん。その4本がカカの売れ筋機材なんですよね。うん。a z o n ランキングでも常に50以内に安定して入っている人気の機種です。中でも70はですね、オール5番ではありますけれども、えー、唯一コア材のモデルということで、趣味性の高い機材が欲しい人には狙い目になっているようですね。結構やっぱりランキング高い方のが入っています。特にですね、コンサートとテナーは、えー、スロッテッドヘッド仕様になるし、氷、え、炭、ー、型のウクレは嫌だ。 っていう人にはカカのブランドで唯一パイナップル型がラインナップされてますバリエーションが多いのもこの70のシリーズの特徴ですよね、うん、これからクリスマスシーズンに入ってきますけれども、えー、プレゼントにウクレオっていう人も増えるんじゃないかなと思いますあとは一年間ご苦労様っていう意味で、えー、自分に対するご褒美、うん、新ウクレレ買っちゃおうぜっていうパターンもあるのかなと、うんまあ、1万円前後という買いやすい価格で趣味性の高い外観の70シリーズはそんな買い物にぴったり おすすすめのウクレ,レかなといいう,うに思います、はい、それと付属品の紹介もしておきますね、えー、まずついてたのがこれエンヤのブランドですけれどもストラップですねトリコロールカラーのストラップがついてました、うんうん、ちょっとおしゃれなストラップに変わりましたねそれと、えー、スーパーナイルガットの予備の弦ですねちょっと光っちゃってるけど それと、エウクレル服クロスですね。これもエンヤのブランドのやつですね。エンヤのブランドの絵アがき。ピックですね。うん、これちょっと硬めですね。もう少し柔らかいやつが来るとよかったんですけどね。まあ、今回その、タイムセールで購入したので、チューナーが安くなるキャンペーンボタンっての効聞かなかったんですけども、それでもあのチューナー入れてくれてましたね。ありがたいことに。ね、ストリングハウスさん、ありがとうございます。 それと、ギグバッグですね。カカの刺繍が入ってる。シングルストラップの。クッションはですね、あまり厚くないんですね。これしっかりした作りです。はい。ポケットがね、ちょっとちっちゃいんですよ。マチが浅いので、あまり物が入んないんですけれども、取ってもあるし。これ使いやすいですよ、かなり。はい。今回すごく大きく違うっていうか、えー、びっくりしたのが、これウクレの冊子が入っています。日本語で書かれてるんですよ。 まあ、ウクレレの歴史がどうだとかサイズの違いウクレレの各部の紹介とチューニングの仕方うん演奏方法ストロークのやり方コードダイアグルの読み方えー まあ演奏の練習がだんだんこう入ってくると。ハッピーバス i r t h ー a y ーーとか。ふるさと。大きな古時計。弦の交換するときこうです。あとコードの一覧表出てますね。はい。で、ラインナップの紹介。ということで、えー 20? 22ページ分うん。まあ、初心者がご覧になるには十分の内容かなというふうに思います。うん。 印刷もすごい綺麗ですね。うん。ありがとうございます。こんなのつけていただいて。はい。それでたまたまですね、えー、私の YouTube の掲示板に書き込みいただいたお話がいい、まあ、お話だったので、ここで紹介しますね。西村さんという方から書き込みいただきました。えー、っと、ストリングハウスさんから、えー、KUT26DEQ、スプルース短板トップのテナーですね。うん。ピックアップ入りのやつですね。 それを購入しましたと。一元のみピックアップが効いてないことが判明しましてと、うん。生音は全然問題がないですと。なので交換をお願いしましたということですね、うん。そうすると着払いで返送してくださいって胸の返信があったそうです。で、こう着払いで送ろうかなとしたところに事前にまあ先に返金いただいたってことのようですね。うん それで4ヶ月ぐらいで改良予定だっていうことだったんで、待ってらっしゃったそうなんですけども、えー、その改良そのものがうまくいかないみたいで、まあ、カカのメーカーの方で。うん。で、ストリングハウスさんから上位機種のエンの EUTX1 を思想用に送ってこられたそうです。うん。まあ、ちょっとこれ使ってみたさいっていうことでしょうね。で、木下版の中まで持ち回り思想中ですが、と。2万ちょいのクラスとしては大好評です、と。うん。なるほど。 中国の目覚ままししいい開発意欲に感覚していますとストリングハウスさんも誠意あふれる安心業者さんですねと、うん、そういう書き込みがいただきました、まあ、今回その西村さんの場合は不幸にも商品に不具合があったっていうことなんですけれどもまあそれを返送して返金していただいて、えー、よかったら使ってくださいってことで思想のウクレマ思想用のウクレまで提供してくださったっね抜群の顧客サービスだと思いませんか 日本の業者さんでもここままででサービスしせんよねね普通ね、うん、でもたまにですねアマゾンのレビューに「こんなはずじゃなかったんだよ」もう絶対買わないくらえ星一つみたいな感情的な書き込みされる方は見かけるんですよねどう考えても業者さんとコミュニケーション取られてないと思うんですよ、うん、さっきの事例から見れば、えー、仮に商品に問題があったとしてもストリングハウスさんが真摯な顧客サービス、ね、してくれるはずなんですよね、まあ、そういう業者さんだってことは私も分かってますし明らかなんですもん うん、で結局ですねその中華らい大丈夫かって本当にこれ大丈夫なの買っていいのみたいな風にことさらに言う人はですね自自自分自身ののコミュニケーションに自信ななないい人んんじゃないかと思うんですよね、うんまあ、業者さんもねあの中国でやってらっしゃったのが日本で進出してきて場合によっては片言の日本語しか喋れませんとかメールにしたって、ね、完璧な日本語じゃないってケースあると思うんですけれども。 まあそういうのを除いてでもですね、えー、ネットだろうがリアルショップだろうが売り手の気づかない商品の不具合ってありえますしもしそうだったら一言商品おかしいですとこれ交換してくださいって言えばいいだけですよねレビューの書き込みで暴れる人はですね特に悪目立ちしますからねうん自分含めて次買う機材を探すときに Amazon のレビューは、まあ、必ずチェックして参考にするじゃないですかうんそういう商品情報が蓄積されてる場所に何でしょう商品とは あるいはレビューとはかけ離れたこう負の感情を書き散らかす不愉快な書き込みあるっていうのはやっぱなんか嫌なんですよね僕としては気分が慣れてきます。うん。あ、まあ後半はですね私あの一人の中核ウォッチャーとしてのや役ですのでまあそんなことも考えてるんだなっていう程度聞き流ていただければいいかなというふうに思います。